KO アーティスト畠山貴則、無謀なる復帰戦と言われたセラノとのタイトルマッチ。周囲の雑音を尻目にチャンピオンを5度もリングに這わす圧倒的強さで王座を奪取。続く初防衛戦でも日本人ライト級最強の男坂本博之を壮絶 KO で葬り去った。世界王者としての強さ、風格を身にまとい王道を歩き続ける畠山。まあ、日本と世界のレベルの違いを、まあ、お客さんと本人にも知らせてやろうかなというのがあります。そして今宵世界王者に牙を剥くのはリック吉村。日本ライト級王座を22回連続防衛、7年間無敗。しかし歴戦の強者はさまざまな事情により世界のヒノキ舞台から遠ざけられていた。 I wanted a chance and if I quit I didn't have a chance soWhen I thought about giving it up, I thought about a chance going away. 約束のない目標に向かい、リックは勝ち続けた。40戦以上のキャリアで培われた華麗なテクニック、勝ち続けるしかなかった男のプライド。36歳にして初めて掴んだラストチャンス。I'm trying to give everything more than my best. I'm trying to give 1000% this time. You know, so.Losing is not a choice, you know. So I'm trying to give everything. 欲しいものはただ一つ。リックが執念の炎を燃やす。迎え撃つ畠山は。前半はリック選手がスピードとテクニックで、まあ、僕を翻弄して、後半僕が盛り返して、まあ10ラウンド以降。KO っていうパターンが一番理想ですね。畠山貴則か、リック吉村か。チケットが試合の1ヶ月前に自由席まで全て売り切れというのは日本のボクシング史上初めてのことです。パワーと勢いの畠山か、前人未到の日本タイトル22回防衛のリック吉村の悲願なるか。 WBA 世界ライト級タイトルマッチ、東京両国国技館から実況生中継でお送りします。Tonight's challenger introducing Rick Yoshimura.固く閉ざされた世界への扉が今開きます。 WBA 世界ライト級第3位リック吉村、デビューから13年、ついに訪れた世界挑戦の時、今まばゆいばかりのリングへと歩み始めました。この人がリック吉村です。アメリカニュ
ューヨーク、マンハッタン、ブロンクス生まれの今年36歳。礼儀正しく、常に相手を思いやる温和な性格が誰からも愛されるこのリック吉村。日本タイトルを幾度防衛しても訪れない世界挑戦のチャンス、今リングに登場しました。日本が世界に誇るスーパースター、 WBA 世界ライト級チャンピオン畠山貴教、王者の風格を身にまとってチャレンジャーリック吉村の待つリングへと向かい始めました。去年10月、初防衛戦で宿敵坂本博之との歴史に残る壮絶なダッグ戦を制覇。その歴史には戦うたびに進化を続けます。ヒルベルト・セラーノ、坂本博之を連続ナックアウトでリングに沈め、世界王座奪取から3連続ナックアウト勝利は日本のチャンピオンがまだ成し遂げたことのない前人未到の記録です。今日畠山はその未知の領域へと足を踏み入れることが果たしてできるのでしょうか。片岡鶴太郎さんが前を行きます。ゆっくりとゆっくりと畠山がそう進めています。場内は大変な声援です。畠山は7度目の世界タイトルマッチ、今晩が2度目のあの歴史の伝統に輝く世界ライト級の防衛戦です。なかなかすることができません。チャンピオンライト級王座に君臨する畠山、21世紀も彼の時代であることを証明すべく今リングに登場です。両国国歌の吹奏です。両国国旗に向かいまして、ご起立をお願いいたします。はじめにアメリカ合衆国国歌の吹奏です。続きまして日本国国歌の吹奏です。
の解説はかつての世界チャンピオンのお二人、おなじみの鬼塚克也さんと竹原慎二さんです。お二方よろしくどうぞ。よろしくお願いします。そして実況担当は石川明です。世界タイトルマッチのキャリア400戦以上のリングアナウンサージミー・レノンジュニアが両選手をコールするとき、それは大舞台のどん帳が静かに上がっていく瞬間でしょうか。He has 19 wins coming by way of knockout tonight, making the second defense of his title. Please welcome the popular WBA lightweight champion of the world, introducing Takanori Hatakeyama. 2度目の防衛戦、7度目の世界タイトルマッチ、畠山貴教が紹介されました。今晩のウェイトが 61.2 キロです。初の世界タイトルマッチ、勝てば世界初の現役軍人チャンピオン、日本史上最高齢のチャンピオンが誕生します。世界ライト級第3位リック吉村が紹介されています。レフリーはベテラン森田健さん。異変な声援です。黒いトランクスがチャレンジャー、ブルーの畠山にとってはラッキーカラーのトランクスを今日もつけている畠山。今日もまた第1ラウンドから激しいパンチの応酬が期待されます。さて鬼塚さん、はい、まずこの試合のポイントとなるのはどこら辺ですか。そうですね、リック選手はもう見えない、本当に見えない間を持った力がありますから、はい、それと心技体の整った畠山選手、面白い試合になると思います。そうですね、はい、勢いとパワーの畠山、そしてテクニックのリック吉村という図式なんですが、竹原さん、そこら辺はどうなんでしょう。はい、そうですね、リック吉村 の左のリードブローをどう攻略して自分のボクシングをやるかによって KO に結びつくと思いますね。はい、左下ダブルルールを行いたいと言います。畠山も追っていきます。ニュートラルコーナーを背にしておりますリック吉村。ライトアップ、ヘッドアップ、打ちました。チャレンジするとは左ロック、ダッキングでかわした。今のダッキングで分かるように鬼塚さん、はい、畠山はディフェンスのところ非常に良くなってますね。そうですね、引き算の間っていうんですか、もうすごいちょっと引いたところで攻撃しながらも引いたところでボクシングができるようになりましたよね。なるほど、はい、引き算のボクシングね、はい、畠山は言います。今日の試合、僕のボクシングにバックギアはありません、前へ前へと行かなければいけませんと言い質問、前へ出た後ボディーブローを打ち込んでその後引くというようなボクシングもしたいとこういうことも言っています。今日はあまり左のリードブローが出ません。チャレンジャーのリック吉村、アッパーカットの打ち合いです。レッツナッパー、リック吉村はこれまでの試合42戦戦っておりますが、ほとんどが左のストレート、左のアッパーカットです。鬼塚さん、この1ラウンドの打ち合いをどのようになりますか。もう畠山選手がね、リッチ選手の左の間をね、取らせないように強引に行ってますね。もう本当に早い回でも決まりそうな勢いでもう1ラウンドから攻めてると思います。はい、リックの背中がこちらに向いておりますが、トラックスの後ろはドリームスカウトル、はい、そういう文字が浮かび上がります。畠山が追っていきます。左腕も1回2回ついておりますリック吉村。第1ラウンドあと20秒ほどで終わろうというところです。左のボディーブロー、
リーチは2センチほどリック吉村の方が長い今日の対戦です。身長はリック吉村が176センチ畠山が173センチ、リーチはリック吉村180センチ、畠山貴教178センチ。ここで第1ラウンドが終了しました。戦績24勝1敗、2分けのチャンピオン畠山は19のナックアウト、 KO 率は 79% です。得意パンチは右のストレート、左右のアッパーカット。両者の体重、それから体格の比較はご覧の通りです。体重はリミットいっぱいの 61.2kg です。リック吉村は42戦38勝3敗1分け 20KO、 ナックアウト率は 53%。 リック吉村はここ7年間負け知らずの23連勝中です。赤い動きに変わりました。左のストレートが随分出てくるようになりました。リック吉村飛び込んでいきます。畠山貴教です。ようやく竹原さん、はい、リックの左のリードが出るようになりましたね。そうですね、あのリックの左取ってた方がいいですね。であのアッパーも結構あの勢いはないんですけど、もらいすぎると効いてしまうんで、そうですね、気をつけないとダメですね、はい、森塚さん、このリック吉村の左のリードパンチなんですが、はいはい、今日はベネズエラのジャッジが2人おりまして、はい、ベネズエラはテクニシャンが多いですから、はい、この左のリードブローをどのくらい取るかというのも一つのリックにとっては生命線ですからね。そうですね、左ジャブ、左アッパー、色多彩ですよ、左のパンチが、はい、それとやっぱり一番であるリック選手は間が、ね、距離感ね、見えない間、はい、それがいいですから、はい、ただ、まあ、畠山選手すごいその間をねじ伏せるように距離を詰めていってますよね、はいはい、スーパーフェザー時代よりはあのセラム戦、あのセラム戦よりも坂本戦と一戦ごとに強くなっていく畠山、今日どういうボクシングを見せてくれるんでしょうか。一方のリック、これまでのキャリアの中では最高の仕上がり、最高の調整ができたと言っておりますが、左がこのラウンドはよく出ます。リック吉村チャンピオンはボディーブローでこれに応えます。右のロングフックでした。今鬼塚さんが、あ、危ないと思わずおっしゃいましたが、いいですね、左、いいロングフックでしたね。左のストレートをついています。リック吉村、右のロングフック、リック狙ってきた。右のロングフック、池田に放ちました。オーバーハンドストレートと言っていいんでしょうか、それともロングフックと言った方がいいんでしょうか。いいパンチがヒットしました。竹山さん、いかがでした。ナイスストレートですね、はい、リック吉村左のフックで返します。左のフック、リックの左のフックが上がりました。さあチャンピオンが攻めていきます。ロープを背負ったリック吉村、ただここで大振りになっちゃいけないですね、畠山君は。はい、クリンチワークがリック吉村が非常にうまい。離れ際右のフック、これは畠山狙っておりました。離れ際右のフックを打っていきました。またロープに詰まりました。リック吉村右のボディーブロー、あまり得意の右ではありませんが、今ボディーブローを見ました。畠山が再度またオーバーハンド気味のストレートが入りました。このラウンド鬼塚さん、はい、いいロングストレートが入ってますね。そうですね、チャンピオン、ここあの畠山選手はね、昔は強引に行くだけだったんですけど、やっぱり狙ってますよ。行きながらもやっぱりいいところでパンチ出せるように狙ってますね。なるほど、はい、やっぱこれがあなたのおっしゃった引き算のボクシングということになるわけでしょうかね、はい、もう強引にねじ伏せるだけじゃなくて、その中でもちゃんとこう探ってあの体振っていいところでパンチ出せれるようにね、状態持ってきてると思います。左のストレート小さくました。もうこのラウンド残り時間がありません。第2ラウンドが終了しています。クロスチャンピオンのこの右のパンチをご覧ください。ストレートかフックか、非常に難しいパンチ、ストレートですね、はい、体重もよく乗っています。このパンチが非常にスナッピーでキレが良くなりましたね。そうですね、ブレないですよ、一応あったも、一応あったもね。それはスパーニングパートナーも言っておりました。右のストレートは本当に見えなくなったし、スピードがある。さらにボディーブローのコントロールも良くなった。特に特筆すべきは左のジャブで、今までは100発打って2、30発は外れていたんだけれども、2、3発しか外れなくなりましたと驚いておりました。左のボディーブロー、リック吉村、リングの中央からロープに追い詰めようというチャンピオンの畠山、レフトアッパー。このアッパーはなかなかの癖物です。しかし畠山は最近非常に打たれ強い。
あの坂本のパンチでも一度も倒れませんでした。左のストレート、この左のストレートが非常にコントロール良くなりました。高山選手ガードがいいですよね。ガードがね、はい、すごいガードがいいです。そうですね、プレッシャーかけてるんですごいいいと思いますよ。はい、で上下の打ち分けがすごいできてるんで、このプレッシャーが左のジャブをなくすかもしれません。おお、バックブローもしました。反則ギリギリのバックブローでした。今日はまだそれほどボディーブローは出しておりません、チャンピオンの畠山。ブルーのダックスが畠山、向こう側に待っているのがリック吉村。石川さん、チャンピオンサイドです、はいはい、そのボディ打ちなんですが、先ほどのルディエルナンドスレーナーインターバルの間にもそのボディはもっと打てという指示は出しています、はい、それから左を2発打って右ストレート、その後に離れ際にもう一度左のアッパーを出しなさいという指示を出しました。パンチが非常に多彩なことが今のリポートを聞いていても分かると思います。以前は右ストレートだけでした。その後はアッパーカットが加わり、左のストレートジャンも大変なくなりました、チャンピオンの畠山。一方のリックは得意な左のストレート、2ランナーから出るようになりましたが、まだまだ普段のリック吉村に比べるとその左のストレートは少ない感じもいたします。石川さん、はい、青コーナーサイドです。こちらの方はですね、トレーナーから止まらないで足を使ってレッツダンスだリックという話が出ています。そうですね、石川圭一会長が言っていることは、とにかく止まらないで足を使え、困ったらジャブを出せ、こういうシーンです。右のショートフック、おめかみを捉えています、チャンピオン畠山のパンチです。あ、このクリッチワークも竹原さん、はい、畠山は随分研究してきてますね。そうですね、いいと思いますよ。左のフック、畠山左のフック、チャレンジャー、いいパンチの打ち合いです。レフトフック、両選手ともきれいにヒットしました。リック吉村の強烈な右のストレートでした。今のパンチは鬼塚さんいかがですか。はい、よく伸びていいパンチだと思います。伸びましたね、はい、長いリーチを利しての右のストレートでした。めったに右のストレートを出すことのないリック吉村ですが、今は右のストレートクリーンヒット。もう1回チャンピオンは左のフックです。ここでこのラウンドが終了しております。リックのこの右のストレート、竹原さん、はい、リックの右のストレートというのは大変珍しいですよね。そうですね、でも今のは効いてはないと思うんですけど、ガードもしてるし、はい、ただバランス崩しただけと思うんですけど、はい、はい、というラウンド4、この前のラウンド第3ラウンドのストレートでした。左のボディーブローがこのラウンドのオープニングヒット、リック吉村。左のダブル、顔面からボディへと打ち分けています、リック吉村。このラウンドもまたフェイントをかけながらチャンピオンがプレッシャーをかけます。クリンチからのパンチが非常にうまい畠山、レフトナンパーはこれもショルダーブロックでかわしています。鬼塚さんがおっしゃるようにディフェンスも大変良くなりましたね、はい、お互いにやっぱりクリンチとかそういうローカルテクニックを持ってますね。あ、そうですね、はい、リック選手はやっぱりここら辺はうまいですね、打ったらすぐクリンチしてやっぱりうまいです、はい、左のジャブをついています。左のフックの打ち合い、またクリンチです。畠山の最近のスパーリングを見ておりますと、相手が見えてきてディフェンスを楽しんでいるような感じがいたします。そうなると締めたもんで攻撃に余裕が出てまいります。畠山が左ストレートをつきました。竹原さんがおっしゃるように、はい、チャンピオンが終始プレッシャーをかけますね。そうですね、これいいことと思いますよ。赤コーナーに詰まりましたのがリック吉村。右のストレートから左のフック、挑戦者のリック吉村です。あ、この辺が非常にうまいリック吉村、ボディを抑えます。ボディの打ち合い、そろそろ畠山がボディブローを見せ始めています。
ワン、ツー、スリーと打ちましたが、いずれも外れています。この距離感、この引き算が小原さんが再三おっしゃるようにいいわけですね。そうですね、もう攻撃、もう本当に攻防が一体となって、ええ、はい、行きながらもちゃんと見てる、外しながら受ける、その体勢をいつも整ってる、はいはい、ですから竹原さん、はい、距離感ということに関して言うならば今日の畠山はリックに引きを取ってませんね。そうですね、距離感はいいんですけど、ただいつもだったら連打が出るんですよ。回転のいいコンビネーションが出るんですけど、ちょっとリックがフリンチするんで、それがちょっと見えないんですけどね。坂本さんと違って今日のリックは多分やりづらいと思いますと、はい、試合直前にも言っておりました畠山。ワン、ワン、ツー、しかし左右のフックです。リックがワン、ツー、ストレートを打った後、チャンピオンライトアッパー、浜崎のライトアッパー、アッパーカットの打ち合いです。リックが多く決まりました。リングの中央に戻った両選手ですが、またチャンピオンが打っていきます。左のストレート1回2回ついた後は何を出すんでしょうか。左のフック、さあチャンピオンが追いかける、左のフック、第4ラウンドが終了しました。パワー、スピード、テクニック、どれをとっても一級品のチャンピオンの畠山貴教が今日はリック吉村を迎えているわけなんですが、これまでのところ鬼塚さんいかがですか。リック選手の一番の力、間の力をね、はい、塞ぐように、はい、どんどん詰めていってますよね、はい、畠山選手が。すごいいい試合になってると思います。竹原慎二さんのこれまでの見た感じはどうなんでしょうか。そうですね、1ラウンド目は いいパンチが入りました挑戦者。はい、竹原さんどうぞ。はい、1ラウンド目はリックのペースだったんですけど、だんだん2ラウンド目から竹山君のペースになってきましたね。はい、しかしいつナックアウトがあってもおかしくないような緊張感をはらんだ序盤です。レフトのフックはいずれも防いでおります。パンチでパリングしておりますチャンピオンの畠山。このラウンドまたチャンピオンが追っていきます。左のロングフックは挑戦者リック吉村。いや、この回だけどリック選手いいですよ、すごい、はい、どういう風にいいでしょう。間がなんか自分の間をなんか取ってるように、左の使い方がさらになんか良くなったような、はい、距離感だいぶ掴んできたような感じしますね、はい。左のストレート、その後はライトアッパーです。そしてフックをボディに打ち込みましたチャンピオンの畠山。場内が沸きます。左のフックは脱臼でかわしています。リックはクリンチで休んでいるんでしょうか。ボディーブローはチャンピオン畠山。左のフック、チャンピオンの左のフックですが、ワン、ツー、スリーとパンチをチャンピオンも食いました。リックは左のダブル、いい打ち合いです。見事な打ち合いが展開されました。第5ラウンドの中盤、1分35秒を経過したところです。フェイントをかけて左のダブル、スラーター右のストレート、リック吉村。リック選手の左アッパーが左ボディいいですね、はい、はい。ダブルで出るようになりました。チャンピオンのパンチは単発です。まだ得意のコンビネーションブローは出ておりません。チャンピオンの畠山、やりにくそうな感じです。チャンピオンの畠山、逆足にライヤーからリック吉村がパンチを振るっています。左のフックは挑戦者リック。チャンピオンは何を狙っているんでしょうか。左のストレート、その後のフォローのパンチが出ません。右のストレートは挑戦者、いきなり放ちましたリック吉村の右のストレート。チャンピオンの右のフック、その後は左のフック、ボディーブローチャンピオン畠山。浜崎は右のストレートは空を切りました。右のストレートはチャレンジャーの吉村です。青コーナーに吉村が詰まりました。チャンピオンは追い詰めていきます。背中がチャンピオン、向こう側がリック。第5ラウンド残り時間が6秒。チャンピオン左のストレートはダッキングでかわしました。リックがダッキングでこれをかわしています。このラウンドもなかなか迫力のある打ち合いが展開されています。
これは畠山の右のフックが出るところなんでしょうか。左のフックから入ってその後空振りしてストレートをもらいというような打ち合いでした。左のフックがクリーンヒットしておりました。ベルトを守るアセト、奪い取ろうというアストが飛び交って試合は中盤に入ります。さあ折り返しの第6ラウンド、これまでのところ竹原さん、はい、わずかにチャンピオン優勢というような感じでしょうかね。そうですね、僕の採点はそうです。鬼塚さんはいかがですか。そうですね、まあ長谷川選手の方がプレッシャーを押していると思うんですけど、まあ2ポイントは離れていないでしょうね。前回のラウンド陸選手すごい良かったですね。はい、はい、あの畠山選手もパンチいいパンチ当ててもそれを中継させて打たせないんですね。陸選手はうまいですね。ローカーに、はい、あの相手の力を殺してます。はい、この距離は陸吉村の距離です。いいパンチがヒットしています。左のフックアッパー組に入りました。リックは全盛時の動きに戻ってますね。そうですね、すごい練習も積んでると思いますね、はい、この今の畠山選手のこのプレッシャーはね、普通の選手だったらやっぱりもう潰されてますよね。でしょうね、かき回されてます。はい、やっぱさすが左のフック、それは右のフック、はい、もう一回ライナッパーが入りました。チャンピオンが追っていきます。今度はチャンピオンが追うまんです。リックが下がります。いつも通るコンビネーションが今日は出ません。畠山貴則やりにくそうです。左フッカーからリタッキーで返しました。畠山はリックのロングフックを食いました。チャンピオンリックはライトアッパーです。リック左フック、左のストレートの突き合いです。さらに内側の強打、右のストレート、ショートストレートが入ります。チャンピオンの畠山ボディーボードからライトアッパーを打っていきます。黒いトランクスがリック、青いトランクス、この人がチャンピオン畠山貴則。右のストレートは挑戦者リック吉村、左のフック、このラウンドもパンチの正確性ということになりますとリックの方が上を行っています。まあ、ただ畠山選手が、ね、ブロッキングと、ね、あのダッキングでよあのまとめてもらってません。なるほど、はい、バッティングの注意を畠山がリックにしています。ここでチャンピオンはカットなっちゃダメですね。そうですね、冷静にいかないといけないですね、はい。ボクシングは心理戦、カーッとなった方が負けだということが最近分かるようになりましたと畠山は言います。リックは自分よりも10歳も人生経験が上、そういった意味では僕はフルですということを言っています。おー、リックの左右のストレート、すごいパンチが入りました。狙いすましたようなリックのパンチです。さあ激しい打ち合いになりました。まもなく折り返し点にかかろうという第6ラウンドは残り時間10秒を切りました。チャンピオン左右のフック空振り、リックがロープに詰まりながらもよく応戦しております。左のフック、右のスツグ、右のショットガンが入りました。ようやく半分が終了しました。 WBA 世界ライト級タイトルマッチ、東京の両国国技館から生中継でお送りしております。リックさん会長、6ラウンド、リックのパンチです。右のストレート、もう1回ラウンド7、ライトアッパー。この前のラウンドあたりから本当にリックの動きが良くなったと鬼塚さんがおっしゃった、その通りになってますね。そうですね、距離感、間合いがだいぶ合ってきましたね、はい、目が離せません。第7ラウンドが始まっています。左のロングフック、レフトアッパーは空を切ったが、ライトアッパー入りました。ナイスアッパーです。チャンピオンの畠山君は力じゃなくてスピードでいっておきと思いますね。リックに負けないぐらいスピードあるんで。このラウンド左が出ます。その後右のストレート、石川さん、はい、チャンピオンサイドはそのリック吉村との距離感にとにかく指示は集中しています、はい、左のジャブを出したらとにかく2回は続けてるんですけど、くっついたらアッパー打って離れてから強打をする、こういった距離感に対する指示が徹底しています。やっぱり距離感ですよね。そうですね、もう一番それがリック選手の持ち味ですよね、はい、これが一番の難敵です。石川さん、はい、コーナーサイドです。先ほどのラウンドでようやくセコンド陣の方にも笑顔が浮かびまして、そ
して石川慶一会長もただ足を使えということは一貫して変わりません。そして畑の離れ際の右を気をつけると再三それが飛んでいます。あとはショートアッパーショートアップをうまく使って今の通り行けという通信が飛んでいます。6ラウンドあたりからようやくエンジンがかかってきたという感じのリック吉村です。レフトアッパーダブルに持っていきました。チャンピオンは左のストレート。おー、サイドフックが入りました。リック吉村チャンピオンも左のフックでこれに呼応します。リングの中央ライトアッパーはチャンピオン。リックはボディーブローです。ノーブローの注意。世界タイトルマッチのレフリングは26回目というベテランの森田健さんがノーブローの注意。ライトアッパーチャンピオン食い出した。畠山がライトアッパー食い出した。畠山はパンチ打つことができません。チャンピオン今日のリック右のパンチも非常にスピードがあります。それと鬼塚さん、はい、リック吉村のディフェンスもいいですね。いいですね。スリッチワーク、ボディワーク、いいですね。ヘッドスリップもなかなかいい。デビューして待つこと13年、リックが念願の初めての世界タイトルマッチに挑んでいます。畠山はチャンピオンの右のフックが入りました。ワン・ツー・スリー・フォー。リック吉村のワン・ツー・スリー・フォーという連打が入りました。チャンピオンが打っていきます。心配された36歳のリックのスタミナなんですが、これはまだ全然衰えを見せておりません。左のフックはこれはパンチのグローブの上からです。チャンピオンが追いかけていこうという青コーナーを背にしたリック吉村。坂本戦であれだけヒットした畠山のパンチが当たりませんが、今はボディーボードか。右のフックバッティングです。バッティングで畠山が痛そう。どこが当たったんでしょうか。畠山がバッティングでちょっと痛そうでした。ライト級は現在ある階級の中で重い方から数えても軽い方から数えても9番目のちょうど真ん中、世界で最もボクサーの数が多い層の厚いクラスです。今日はその挑戦者ベテランのリック吉村を相手に苦戦をしております。チャンピオンの畠山貴則、生涯多分これが最初で最後のチャンスになるかもしれません。世界挑戦を行っておりますリック吉村。2台のリードボールがよく出ます。また同じような展開でチャンピオンが追いかけていきます。しかしアウトステップを切りながらも今日の吉村はいいパンチが出ています。リック吉村が終始ロープを背にはしているんですが、今日は非常に左のリードブローも伸びがあり、さらには驚くことには右のパンチもなかなかいい。リック畠山鬼塚さん、なかなか連打ができないのはなぜなんでしょうかね。やっぱリック選手は上手いですよ。脳幹にやっぱごまかしが上手いですよね、はい、一発当たっても次は打たせない、やっぱりうまさがありますね、はい、それにちょっとやっぱりイライラしてますよね畠山先生。あ、なるほどね、はい、畠山25歳、リック吉村は5日前に36歳になりました。畠山が追っていきます。しかしパンチがどうも出しづらい畠山貴則。ここでも出ない。リックの左のシュートを切っています。畠山のボディーブロークリンチをしながらも左のフックを2回顔面に。このクリンチワークは今畠山のファウルがあった。畠山が右のロングフック、しかしボディブロー2発、左のストレートをついております。さあチャンピオン何を出す。このクリンチワーク、クリンチした時のボディを攻めるパンチなどはリック吉村長いキャリアを物語ります。チャンピオンが追いかけていきますがなかなかパンチが出ません。左のストレート、畠山の左のストレート1回2回と当たってはいるんですが、今日のリック吉村はなかなか打たれ強い。あー危ない、ワンツーどうした畠山、ワンツーを食いました。リングのほぼ中央、畠山がワンツーを食いました。今のワンツーは畠山さんいかがでした、はい、そうです、そんなには聞いてないと思うんですけど、もう1回左右のストレートを食いました畠山、今のはどうなんでしょう。そうですね、スピードが今のパンチ食ったと一瞬なんかスピード落ちたんで少しは効いてると思うんですけど。そうですね、はい、フライドキックチャンピオン
応戦しています。終始チャンピオンが攻めてはいるんですが、リック吉村は下がりながらもいいパンチを出しています。右のストレート、いきなり放った右のストレート、ガードが下がってきた。しかし左のアッパーカットはボディに入りました。第8ラウンド残り時間がまもなく10秒を切ろうというところです。手数もリック吉村の方がこのラウンドは多い。チャンピオンライトアップはその後ミルクでバックで返して左のフック、チャンピオン苦戦です。ここで第8ラウンドが終了です。チャンピオンは会場のお客さんは高いお金を払ってくださって、テレビの前の皆さんは1時間近く見てくれるんだから、いい試合を望む権利があるし、またプロはそれに応えなければいけない義務がありますと言っておりましたけれども、今日は自分ではかなり歯がゆい思いでここまで戦ってきたのではないでしょうか。森塚さん、はい、リックは予想以上の大健闘と言ってもいいですね。そうですね、やっぱ最後のチャンス、もう待ちに待ったチャンスだと思うんですよ、もうここそれにかけるやっぱ意気込みっていうのはすごく感じますね。右のストレート入りました、はい、リック吉村これだけ 激しく左を使ってね、一度も衰えてないですよ左が。そうですね、はい、どんどん調子が上がってるような感じがします。ワン・ツー、軽く顔面をヒットしましたリックのワン・ツー。その間左のストレート1回1回1回2回と左のストレートになります。もう一発入りましたレフトアッパー。高山選手はカムバックして攻撃的になっても頭はクールだったんですけど、今日はちょっと頭に血が残ってますね。ああそうですか、やっぱりこのやりにくいというところがあるんでしょうか。ボード気味に畠山の右のグローブを押さえておりまして、畠山がこれはないじゃないかとアピールしています。今は完全にホールド気味でした。左のストレートを畠山がついていきます。さあ畠山に闘志が蘇ってくるんでしょうか。畠山が攻めていきます。かなり畠山は当たりに振っています。畠山さん、畠山が勝ったしているのがこの報道でも分かりますね。はい、ちょっと噛み合ってないですね。試合でも9ラウンドです。引いて少し戦った方がいいと思いますよ。引いてね、はい、赤コーナーを背にした挑戦者ですが、ここでまた自分からクリンチに入っていきます。この辺が非常にうまい。畠山左のストレートから入りました。その後はホールド気味のクリンチです。この辺が非常にうまい。ホールドの注意をしました。あ、減点です。リック吉村ホールドの減点です。このラウンド鬼塚さん、はっきりとホールドが分かりましたからね、はい、ワン・ツーと打ち下ろしました。挑戦者のストレート、畠山が追っていきます。畠山最後のフックを切った。さあフォークに決まった挑戦者、畠山もいます。畠山場内大変な声援だ、ものすごい声援です。畠山が追っていく左のフック、右のストレート、チャンピオンの右のストレートです。いくらかグラッと置きました。挑戦者ですが最後のフックでこれに応えます。右のストレート、挑戦者リック吉村。さあ畠山この後はどうする、追っていきます。畠山追っていきますが、リックの左のストレート、ちょっとガードが下がり気味ではありますが、よく手数が出ています。ワン・ツー・スリー、しかしこれはいずれもこなしておりますが、右のストレートが入りました。挑戦者リック吉村、離れ際チャンピオンの右のフックです。もう1回打ちました。第10ラウンドの残り時間はありません。第10ラウンドが終了です。試合は10ラウンドです。あと試合の時間は9分間。今の減点が竹原さん、ね、どのくらい響きますか。これから畠山君のペースになっていくとは思います。リックもこれからクリンチしなくなると思うんで、はい、チャンピオンのペースになると思うんですけどね。ワン・ツーとストレートを出しています。また出しました、ワン・ツー・スリー、リック吉村、チャンピオンが追っていきます。頭を下げてチャンピオンが追っていきます。畠山はボディーブローを鬼塚さん狙っているんでしょうかね。ちょっと気持ちが先走りしてるかなという感じはあるんですけど、はい、
手数はリックの方がはるかに出てますね。行こう行こうとするところに左でちょっと止められてるところがあるんで、はい、もうちょっと体振りながら行ったらいいかなと思います。で接近戦になりますとクリンチが待っています、はい、左のフックは脱臼でかわしましたチャンピオンの畠山貴則。リックは左右だ。リックが3発を出すところ畠山は1発ぐらいしか今日は手数が出ません。非常にやりにくそうですチャンピオンの畠山貴則。左のストレートの突き合いです。打ち下ろすような右のストレート、これは大したパニックではありません。ワン・ツー、挑戦者のワン・ツー、チャンピオンはまだ手数が出ません。左のストレート1回2回ついた。終始チャンピオンを軸に時計の反応が回っています。チャンピオンの右のフック、胸を打ち切って入りました。チャンピオンの右のショートフックが入りましたが、リックは答えている風はありません。またクリンチになります。クリンチの少ないクリーンファイトでした。今日はしかし非常にクリンチの多い試合です。第10ラウンド残り時間は1分15秒。チャンピオンがニュートラルコーナーに詰めたんですが、体が入れ替わろうとしておりますが、さあチャンピオンボディブロー、右をストレート、森田健が両者を分けます。左のストレートを1回突きました挑戦者のリック吉村。チャンピオンまだ手数が出ない、一発を狙っているんでしょうか。右のストレート、チャンピオンの右のストレート、手数はこのラウンドもはるかに挑戦者の方が多いんです。石川さん、チャンピオンサイドのその指示がやはり出ています。手数で負けているのはもっと打っていけ打っていけと、こっちから手を出すことを赤子のサイドから大きな声が飛んでいます。はい、終始ロープを背にしているのが挑戦者なんですが、手数は挑戦者の方が多い。左のフックダブルに持っていきました。リックのスピードがちょっとなくなったのが気になります。ワン・ツー・スリー、しかしその後ワン・ツー・ストレートの後ボディーブローを持っていきました挑戦者のリック吉村。第10ラウンド残り時間は今11秒、10秒を切ります。チャンピオンが攻めていきます。ブルーのトランクスのチャンピオンが攻めていきます。接近戦での打ち合い、ショートレッグの打ち合いが畠山ということがありますが、10ラウンドが終了しました。10ラウンドの畠山の構成をご覧いただきます。日本のジムに所属する選手同士の世界戦はチャンピオンの14勝1敗です。67年、小林宏がチャンピオン沼田義明に12ラウンドナックアウト勝ちってから挑戦者の勝ちはありません。チャンピオンが圧倒的に有利ではありますが、終盤の11ラウンド12ラウンドはどういう展開になるか。リックにとっては未知のラウンド11ラウンド開始です。竹原さん、心配されたリックのスタミナですが、そうですね、ご覧になっていてどうですか。結構自分のペースでやってるんでスタミナは大丈夫と思いますよ。右のストレート、チャンピオンが左のフックを打ちました。ボディーブロー、畠山貴則、チャンピオンが攻めていきます。左のフックは脱臼で返されました。しかし構成は終始チャンピオンなんですが、これもホールド気味です。この辺はなかなか老快だ。リック吉村、左のアッパーカットをボディ、チャンピオンが頭をつけて接近戦での打ち合いに挑もうというところ、右のフック、チャンピオンは左のフックを打ちました。リック吉村はボディーブローから顔面へ打ち上げています。この打ち分けが今日はなかなかいい。チャンピオンボディーブロー、それからライトアッパー、接近戦とのライトアッパーの打ち合いです。チャンピオン右のフック、これは脱臼で返されました。ボディーブローはローブロー、リックのボディーブローはローブローでした。チャンピオンがこのラウンドまたニュータラコーナーに相手を追い詰めようというところです。石川さん、チャンピオンサイドはこのラウンドが始まる前にお前の方が負けてるんだということまで口に出してハッパをかけました。メインのストレート、もう一回チャンピオンの右のストレート、ちょっとグラッときました。リック吉村、リック吉村ちょっとグラッときたが、チャンピオンが攻めていきます。リック吉村、この前のラウンドからちょっとスピードがなくなったが気にかかります。そしてガードも下がり始めました。リック吉村、チャンピオン構成、チャンピオン構成、リック吉村かなり疲れが見えますが、どうでしょうか。石川さん、チャレンジャーサイドです。こちらも石川君会長がもうあと2ラウンドだろう、頑張れと大きな声をかけています。挑戦者の右のストレート、チャンピオンが攻めていきます。チャンピオンが攻めようというところ、森田
さん、はい、ちょっと挑戦者は疲れましたか。リク選手、そうですね、ただ畠山選手のもう強引さが、まあ、さらに輪をかけて、多分ラスト2ラウンドから強引に相手をロープに詰めてると思います。なるほど、聞いてますよ、リックは聞いてますよ。でしょうね、はい、はい、やはり心配されたリックのスタミナがこの辺から切れかかっているんでしょうか。最後のフックはリック吉村、さあリックが止まる、壮絶な第11ラウンドになりました。リックは終始ロープを背負ってはいるんですが、このラウンドはリックちょっとピンチです。残り時間はこのラウンドあと20秒を切った。ライトのボリーブロー、挑戦者のボリーブローです。チャンピオンがまたリックを攻めつけます。ニュートラルコーナー放送席の目の前、リックの黒いパンチ、汗が飛んでまいります。放送席の両者の汗が飛んでくる。チャンピオンが終始攻勢のうちに11ラウンドが終了しました。顔面からボディ、ボディから顔面へ研ぎ澄まされたパンチが炸裂するたびに鈍い音が使用マイクロフォンを通じて全国のファンの皆様にもお聞き取りいただけていることを思います。あと3分間を残すだけになりました。右側がチャンピオン畠山、左側がチャレンジャー世界ライト級3位リック吉村。運命の3分間、弾かれたようにチャンピオンが出てまいりました。焦るな焦るなということでベテランの森田健さん両者を落ち着かせます。さあ試合が再開されました。チャンピオンが追っていきます。11番のあたりからちょっとリック吉村スタミナが切れかかった感がありますが、未知の12ラウンドに入っています。右側リック、左側チャンピオン、ワン・ツーチャレンジャーがワン・ツーを出しました。さあ畠山が勝負をかけます。畠山が出ます。畠山が勝負をかける。ガンガン攻めていきたい畠山、全く勝敗の奇数は予断を許さないところまでやってまいりました。リック吉村左側パーカット、その他右側パーカットです。長いリーチを生かしてリックは主力を尽くしての最終第12ラウンド。このラウンドのパンチはいずれもこなしています。チャンピオンリックのパンチが派手に当たっているように見えるんですが、これはブロックでかわしています。左のボディーブロー、挑戦者のリック吉村、チャンピオンの左のフック、右のストレート、チャンピオンが攻めていきます。またまたロープを背負っておりますリック吉村。リック吉村にこれほどのスタミナがあったのでしょうか。素晴らしい打ち合いが最終ラウンドまで続きます。期待のリングヒット、さあダブルストレート、チャンピオンが目の引くのか、目の引く、チャンピオンが目の引くを打ちました。ブレイクです、ブレイクです。両者の汗が飛び散ります。チャンピオンが左の引く、チャンピオンが左の引く、ちょっとバランスを崩しかけました。リック吉村腕を振りほどいてチャンピオンがパンチを出そうというところです。右のストレート、フォアの裏見せをバッピで返しました。チャンピオン畠山が追っていきます。リック吉村が逃げます。チャンピオンのレフトアッパー、リック吉村のレフトアッパー、畠山右のセーター絡みです。赤コーナーを背にしております。挑戦者リック吉村、チャンピオンのボディーブロー、今日は終始連打が出ません。畠山のところ痛いところにも畠山が攻めていきます。畠山が攻めていきます。ちょっとワイルドなパンチが飛ばしたリック吉村、チャンピオンが追っていく、チャンピオンが追っていきます。残り時間はあと46秒です。運命の最終ラウンド、もう残り時間が40秒を間もなく切ろうというところ。ヘアリックの挑戦者リック吉村、さあミノストレート、チャンピオンのミノストレートが入りました。畠山のミノストレートはクリーンヒット、ワイパッパーミノフック、しかし挑戦者の最後のフックを出しました。チャンピオンの最後のフック、ロープに詰まっているリック吉村、ワイパッパー入った、チャンピオンワイパッパー。最終ラウンド、ものすごい打ち合いが展開されています。リング上、世界ライト級タイトルマッチ、もう残り時間はほとんどありません。終始ロープを背にしておりますリック吉村ですが、下がりながらも手数が今日はよく出ました。しかしかなり疲れているはずです。赤コーナー、そこで試合が終わりました。いやー、やりにくかったなという表情のチャンピオンの畠山、満足そうな表情で
リングの中央に行って畠山に声をかけましたのが挑戦者リック吉村です。いや、テレビをご覧の皆さんも一体この試合はどちらが勝ったんだろうとわからないような大変な接戦になりました。いや、鬼塚さん、はい、もつれましたね。そうですね、まあ、試合の採点は分かりませんけど1ラウンドから12ラウンドまでね、ええ、一度も休むことなくね打ち合った2人ともすごかったですよ。いい試合でした。そうですね、竹原さん、はい、前回の坂本戦も第1ラウンドから打ち合うという大変な試合でしたけれども、そうですね、今日の試合も、はい、ちょっと畠山君ちょっと噛み合わなかったけど最後までよく頑張ったと思いますよ。さあ採点は間もなく発表されると思うんですが誠に微妙です。タイトルマッチは引き分けの場合はチャンピオンの防衛ということになります。スーパーフェザー級時代はこの引き分けで挑戦者の畠山は何度も泣いておりますが運命の採点の発表は間もなくです。本当にテレビの前の皆さんも固唾を飲んで採点の結果をお待ちになっているんじゃないかと思います。さあジャッジボルネル116対111、畠山5ポイント差。畠山ジャッジ駒115対112、吉村1対1。さあもう一人はどうでしょうか。ジャッジ阿部亮114対114、引き分け。引き分けです。三者三様の引き分け。畠山2度目のタイトル防衛に成功しました。リック吉村意外だという表情が印象的でした。引き分け防衛でございます。しかし結果竹山さん、はい、あのホールドによる1点が運命を分けましたね。そうですね、はい、日本のボッチングコミッションに所属するチャンピオンではないノンタイトルの選手は37歳でライセンスを返上しなければなりません。最初で最後のチャンス全てをかけたリック吉村引き分けで涙を飲みました。しかし鬼塚さん、はい、畠山も随分引き分けに泣きましたからね、はい、そうですね、最後までね、守りに入れなかったですよ。強引に、ね、攻めてもうこのチャンピオンになろう自分がチャンピオンでもチャンピオンになろうという勢いでいったからね、はい、うん、それでは防衛に成功しました畠山貴則選手です。畠山さん大変にタフで厳しい試合でした。はい、まあ、はい、すいません、はい、以上です。すいません、以上。いや、お客様を本当に意識しているプロ中のプロ畠山貴則、すいませんという気持ちはよくわかりますが、鬼塚さん、はい、前回の坂本戦であれだけ壮絶な試合を見せてくれて、はい、まさに歴史に残る好ファイトを見せてくれた畠山、はい、そうそう毎試合毎試合お客様を満足させることはできませんからね。いや、もう十分ね、この試合は十分本当に満足させるくらいの試合ですよ。お互いがもうベストを尽くしてね、はい、ただ、まあ、畠山選手は自分の思うようにいかなかった、その歯がゆさがね、あるとは思いますけど、はい、リュック選手もやっぱりそうさせないように研究してきたんだろうしね、はい、お互いやっぱりいい試合だと思いますよ。竹原さんにも一言いかがですか。はい、お互いに本当頑張ったと思います。お互いに、まあ、いいところは見れたし、まあ、畠山君はチャンピオンベルトをまだ持ってるんでこれから頑張ってほしいですね。はい、まだまだ畠山の対話続くと思いますが、このあと畠山は世界ランク1位フランスのユリアン・プロシーとの試合